ダメだ。ここは封鎖中で誰も通せん。おとなしく帰れ。お前らバロックワークスだろ。おとなしく帰んのはそっちじゃねえのか。あんたたち、お金持ってるの？サンダーボルト連発！準備 OK だ。竜巻！まずい。仲間の力を見せてやる。覚悟しろよ。次はどいつだ。ゴムゴムのガトリング。これで元気になるぞ。わありがとう、チョッパー。くそ。腕が鳴るぜ。もう少し休ませてくれてもよかったのに。ぶっ飛ばす。行くぞ。ゴムゴムのガトリング。俺の出番。邪魔だ。誰か早く止血を。そこだ。聞かねえよ。俺が、ま、なかなか楽しめたんじゃねえのか。ギリギリありけ。いいもんだな、王宮ってのは。クソどもを見下ろすにはいい場所だ。クロコダイル。しつこいな、ミス・ウェンズレー。オールサンデーはどうした。お前を始末してここに来る手はずだったが。消えたわ。消えた。ふざけるなよ、お姫様。あいつがどうなろうと知ったことじゃねえが、あいつの役目はまだ終わっちゃいねえんだ。何があったかさっさと吐いてもらおうか。俺は総裁殿に行かなきゃならねえ。
お前ら遅れるんじゃねえぞ。邪魔だ。仲間の力を見せてやる。これで元気になるぞ。いつでもいいぞ。これならどうだ。俺は諦めねえぞ。行くわよ。これで元気になるぞ。行くぞ。覚悟しろよ。ゴムゴムのガトリング。まだだ。ほっ、そっちけ。竜巻。終わりだ。これ以上はやめとけ。俺は強くなら。やった。バリケードを越えられたぞ。この先の門閉まってるように見えるけど。北欧軍同士で戦ってる。ここでは何が起こってるの。危険な天候にご注意ください。気をつけて。ありがとうよ、チョッパー。仲間の力を見せてやる。これで元気になるぞ。何？やろうっての？俺の方はいつでも。まだだ。きついぜ。やるぞ。次はどいつだ。なんだかヤバそうね。やるか。どれ。いってよ。肩慣らしといくか。ありがとう。スコ。
急ぐぞ。もうすぐ宮殿が見えてくるはずだ。見えたぞ、王宮だ。すでに戦いが始まっちまってるな。見つけたぞ、タヌキ海賊ども。てめえらのことだよ。そら、タヌキじゃねえ、トナカイだ。ああ、そんなのはどうでもいい。とにかくてめえらのせいでしゅ、やっと正式なビリオンズに。どうでもいいわ、そこをどきなさい。私たちは急いでるのよ。そんな口を聞けるのもこれまでだ。仕返しした野郎ども、邪魔をするなら木飛ばされた恨みを思い知れ。お前らもぶっ飛ばしてや。うるせえ、ぶっ飛ばすのは俺たちだ。準備はできてるぞ。これで元気になるぞ。俺は負けねえ。ゴムゴムのガトリング。いくわよ。サンダーボルト、テンポ。また。いつでもいいぞ。竜巻。サンダーボルト、テンポ。邪魔だ。くらえ。ぶった切る。天候の科学、とくとご覧あれ。こんな医者を呼んだ。
これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパー。修行にはちょうどいいな。行くぞ、ゾロ・チョッパー。トラ黒天ウソップ。やれ。おやるぞ。さあやるわよ。任せて。おい。おう、俺に任せろ。調子がいいぞ。ぶっ飛ばす。俺がまとめて相手してやる。行くぞ。鬼大剣豪になる日まで絶対にもう俺は文句しない。やった。もっとつこのビビちゃんはどこだ。みんな見て、宮殿の上よ。ビビ、目覚ませお姫様。見苦しくてかなわねえ。お前の理想論は。私はこの国の王女よ。お前なんかに屈しない。可愛げのねえ女だ。お前に国は救えない。サンジ、おう、しがみつく。ルフィ、アリモ、アルメドレール、パワーシャート、カセドキ。大丈夫か。危なかったな、ビビ。ルフィさん、どうした。誰も私の話を聞いてくれないの。国王軍の兵士も反乱軍の兵士も町の人たちだって。心配すんな。お前の声なら俺たちに聞こえてる。ルフィさん、広場がバロックワークスが爆破を計画しているの。このままでは大惨事になってしまうわ。思い出したわ、時計塔から爆弾を落とす作戦ね。え？説明は後よ。ルフィ、急ぎましょう。みんな、時計塔に急ぐぞ。で、時計塔ってどっちだ。もう、来る途中にあったでしょ。来た道を戻ればすぐよ。
この先にも敵がいんのか。下に変な格好の人がいるわ。おいおい、あれって。見つけたぞ、バロックワークスの子分たちだ。大砲じゃねえか。来やがったわね。ミスター2、ボンクレ。ミスター2、ボンクレ様、ご命令を。あちしの邪魔するなら、いや、キンペロッとかましちゃうわよ。またこいつとやり合うこと。なあ、あ、あ、って、誰？他の人たちは知ってるけど、あん、ん？ああ、そういやこの時は誰だか知らないけど、とにかく全員ここで死になさーい。ゴムゴムのピンバー！アンデュークラサンダーボルト。俺がやる！まだ、まだ！みんなで力を合わせるんだ。これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパ。どうした？来い！よっと。任せろ。うわ！どうした？来い！その程度だ。どうした？来い！任せろ。はあ、あなな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 、ボンバルディアラベース。おった、いって、ゴムゴムのガトリング。ボンバルディアラベスク。ほった、舐めないでね。こう見えてな、サンダーボルト。ビビってなんかいねえぞ。
邪魔だ。力が入んねえ。ゴムゴムのガソリンだ。動けや。これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパ。なんで私なのよ。サンダーボルト、出た。やっと俺の出番か。ゴムゴムのブレッド。ボンバルディアラベスク。よっと。いつでもいいぞ。行くぞ、ゾロチョッパー。おい、トラ黒天イサペやれ。俺に任せろ。なるんじゃねえ。待ってろ。はあ、あだだ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 だボンバルディアラベスク。俺は諦めねえぞ。クソ、違う。腹ごしらえだ。その程度だ。ありがとう、サンジ。あくらその程度だ。いけるか。おりゃ。ビビってなんかいねえぞ。よし、行くか、そっちか。一刀流、いよい、シッソンソン。まだ。はあ。あだだ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 。ボンバルディエ、アラベスク。粋なことするじゃねえか。おら。その程度だ。ボンバルディアラベスク。こいつ強えな。ゴムゴムのブレッド。きっちり肩をつけるとするか。行くぞ、ゾロチョッパー。おい、トラ黒天イサペ。ハリだ。俺だって強くなったんだ。こんなやつに負けん。これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパ。おう。あーじゅーくらー。おい、お前、おろしちまうぞ。
ボンバルディアラベスク。もう気は抜かねえ。きっちり肩をつけるとするか。三刀流奥義三千世界ぶっ飛ばしてやる。まだやれるね。ゴムゴムのブレッド。ビビってなんかいねえぞ。これで元気になるぞ。助かった、チョッパー。ぶっ飛ばしてやる。くらえ。くらマナーがなってねえの。切り替えがありそうだ。三刀流奥義三千世界。まあ怖くなんてねえぞ。やれるね。アンデュークラー。効かねえな。効かねえな。きっちり肩をつけるとするか。なんてねえぞ。これで元気になるぞ。助かった、チョッパ。ジョダン。ボンバルディアラベース。情けない姿を見せちまったな。黙って欲しけりゃまた暇な時にでもじっくり相手してやるよ。サンジがな、俺はもう戦うのはかん、あんな厄介クソジジイの蹴りに近づいたか。俺強くなった気が。こんなところ。それよりこの大砲が問題だぞ。こいつは爆弾を広場まで飛ばす程度の威力しかねえからな。爆弾を安全な高さまでとても上げられな。時計式のカウントダウンが始まっちまってる。おい、もう時間がねえぞ。いや、なんだよ、お前ら何すんだ。こっちだ、ストップ。俺たちが何とかする。そうか、失敗したら終わりだ。うまくやってくれよ。おいよ、壊せろ、こっち。めぐれすんじゃねえ。無茶なことをするわね。なんとかなっただろ。本当は簡単。そうね、あの時はさっきの爆弾の犠牲になった人も、たとえここが思い出の中でも。だからできることは全部する。歴史が変わるわけじゃないわ。ここはあくまでメモリアよ。ええ。みんな、爆破を防いでくれて本当にありがとう。でもまだあと少し力を借りたいの。
捜査員にいるクロコダイル、彼を止めないと。ああ、分かってる。クロコダイルを倒し、全てを終わらせる。ああ、分かった。任せろ。行け。あれ、ポンちゃんはどこ行ったんだ。あの野郎、俺ら。ビビちゃん、総裁殿はどっちだ。王宮の西、その路地を抜ければすぐよ。急ぎましょう。よし、こっちだな、行くぞ。出来上がる。勝負だ。そこだ。これからだ。刀がうっ。まだだ。やるな。この足でてめえ、なめんじゃねえ。さ、ディナーの準備に。うわ、あれが総裁殿。ああ、あの柱がいっぱいあるとこだ。
今の力を試すにはうってつけだな。これだ。あいつらは俺が片付ける。しょうがない。やりますか。サンダーボルト、テンポ！あ、しびれが。みんなで力を合わせるんだ。これで元気になるぞ。私の予報は聞くものよ。力が戻ってきた。ここ。あっ。さらに戦闘が激しくなっているようね。さっきの爆発を気にかけている様子もないわ。ああ、これは簡単には収まらねえな。みんな聞いて。考えがあるの。ここはクロコダイルとルフィ、ゾロ、あんたたちはクロコダイルをと、うん、ビビ、あんた、え、でも一刻も、こっちはこいつらがいれば。それより戦ってる人たちの命が危ないの。マミさん、反乱軍も王女も、これはあなたにしかできない。ごめんなさい、ルフィさん。私、救援ヒロ、今は私にできることを、命をかけ、よし、いいぞ、お前ら。じゃあ、俺は市民と一緒に避難する役目だ。お前もこっちだよ。クロコダイルは本当に強い。気をつけて。しっしっし、任せろ。ありがとう、ルフィさん。この国を信じてくれる人々のため、私も決して負けない。アラバスタの精神にも刻まれたワフルドの名前。アリオが嘘をついているのでなければ。あ、ロビンじゃねえか。遅かったわね。あらかじめ捜査点を調べておいたわ。さあ行きましょう。
そ、鍵がかかってて開かねえぞ。大丈夫よ。この総裁殿のことはほぼ調べてあるわ。どういう意味だ、ロビンちゃん。さらに地下に潜りましょう。そこに鍵があるはずよ。そこら中にある変わった像は何？アラバスタでは神聖な生き物、怪獣、ウミネコよ。お、扉が開いた。足元の石板がスイッチだったみたいね。火が上がったな。シッシッシ、行ってみるか。出てきたぞ。不思議。どういうし、ひひひ、ここも開いたな。この先何があるかわからねえんだ。お前ら気抜くなよ。
れ、この匂いは。どうした、チョッパー。コガニーの匂いだ。こんなところに引っ越しクラブがいるのか。あ、あそこ。ところでロビン、総裁殿で何を調べていたの？まだ内緒よ。なんだ？何も起きねえぞ。先に動かさなきゃいけない仕掛けが他にあるんじゃないかしら。これも何かのスイッチだったみたいね。なあロビン、これカブトムシか？いいえ、スカラベよ。あれは？どうした、ロビンちゃん。天井の絵が気になったのだけど、今お、なんか反応したぞ。この図柄って岩山の遺跡にいた。行くぞ。あの怪物かしら。よし。この図柄はヘビ。多分な。それより何か仕掛けが作動したみたいだぜ。いっちゃやってやるか。俺の中。俺の方はいつ。覚えとけ。俺。行くぞ。Hmm.
前誰かに似てねえか。あ、誰かって誰だよ。どうやら合ってたみてえだな。しししよし、行くぞ。扉の鍵があるとしたら、あの中ね。みんな、行きましょう。その鍵があれば、あの扉も開くはずよ。な連中がわらわら現れやがったぞ。バロックワークスのエージェントたちだわ。私たちがここへ来たことにクロコダイルが気づいたみたいね。どうするの。全員ぶっ飛ばす。しっしっし、暴れるぞ。準備 OK だ。竜巻。まだだ。まずい。よし。まずいぞ。あたしの番ね。みんなで力を。これが最後だ。まだだ。これだ。ぶっ飛ばす。邪魔だ。運ぼれ。覚悟しろ。そっちか。そこをどけ。覚えとけ。俺はいずれ世界。
どんだけ敵がいるんだよ。待ってろクロコダイル。おっとっと、おっとっと、おっとっと、よっ。おっとっと、こんなところに何しに来やがった、麦わらのルフィ。お前をぶっ飛ばしに来た。てめえのような口先だけのルーキーなんざ、行く、このグランドラインにゃよ。はは、何をしに来た、麦わらのルフィ。お前から国を取り返しに来た。国？おかしなことを言うやつだ。国はこれから奪うのさ。もう奪ってるじゃねえか。ここが本当にあいつの国なら、ビビはもっと笑ってられるはずだ。それが戦う理由か？他人のために死ぬのか？この国もあの王女も海賊のお前らには何の関係もねえだろ。ビビは人に死ぬなって言うくせに、自分は一番に命を捨てて人を助けようとするんだ。ほっといたら死ぬんだよ。お前らに殺されちまう。わからねえやつだ。だからその厄介者を見捨てしまえばいいぞ。俺は死なせたくねえから。仲間だろうが、あいつが諦めねえ限り俺たちも戦うことをやめねえんだ。たとえてめえらが死んでもか。死んだ時はそれはそれだ、ぶっ飛ばしてやる。サーブルス、準備 OK だ。効かぬ。とうとう俺を止まんねえかだ。サンダーボルト。サーブルス、いけるか。ゴムゴムのビッグ。デザートラスパーだ。俺は諦めが悪いんだ。お前を倒す三段はつけてきた。きっちり型をつけるとするか。行くぞゾロチョッパー。
トラ黒天ウソップやれおまずいわね、こいつ。サンダーボルト、テンポ！おら！どけ！サンダーボルト、テンポ！強えな。ゴムゴムのピストル！デザートラスパーダ！俺は諦めが悪いんだ。剣士の恥だ。必殺！カエルボス！お前、俺に逆らうのか？ぶっ飛ばしてやる！これ食べて元気出して。悪いね。デザートラスパーダ！うせえじゃねえか。まだまだ。背中の傷は剣士の味だ。よし、交代だ。やっと俺の出番か。これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパ。チョッパ。ボーッと。強えな。ゴムゴムのデッドラーク！クソが。怖くなんてねえぞ。ハウンポイント。バルハン。まだ戦える。おいお前、おろし。
ボーッ！いけるか？ゴムゴムのゲッター！クソが。サンダーボルト点火！ふざけるな。これでビビもアラバスタも救われるわね。はあ、クロコダイルを倒したことでな。まさか二度も戦う羽目になるとは思わなかった。あんたはクロコダイルと直接戦ってないでしょ。よっしゃ、こんなところで満足はしねえ。やったー、俺がキャプテン怪物と呼ばれよう。クソジジイの蹴りに。悪くないわね。おい見ろ、クロコ…おぉ、なんだあれ、どういうこと。あんな状態、見たことないわね。何が起ころうと変わらねえ。俺はワニのやつをぶっ飛ばして、ビビの国を取り返す。どういうことだ、何が起きてる。気をつけろルフィ、様子がおかしいぞ。俺が、お前、俺デザートラスパーだ。やばいかもな。準備はできてるぞ。これで元気になるぞ。おいお前、おろしちまうぞ。待ってろ、ムートンシャッカー。任せて。こんな死ね。バースコート。小物がデザートラスパーだ。いてえよ。えちちちちち。こう見えてなかなかやるわよ。サンダーボルト点火。医者、医者を呼んで。どうぞ。その程度だ。ゾーラスパーダ。死ぬのは嫌だな。いってくれ。いや、医者、医者を呼んでくれ。これで元気になるぞ。お前も食え。あっ、
私の番のようね。はっ、うん、怖くなんてねえぞ。これで元気になるぞ。おう、助かるぞチョッパー。おう、グランドセッコ、グランドデース、攻撃開始だ。そんな、いちちちちち、これ食え。うわ、ありがとうルフィ。お前、俺に逆らうのか。聞かねえな。腹ごしらえだ。ありがとうサンジ。俺だって強くなったんだ。こんなやつに負けねえぞ。これで元気になるぞ。ありがとうチョッパー。おう、手ごわいわね。みんな気をつけて。トレインタフルール、フリップ。聞かぬ。お前、俺に逆らうのか。おいお前、下ろしちまうぞ。肩慣らしといくか。助かったチョッパー、いつでもいいぞ。一刀流、いよい、シッソンソン。ぬぼれんなよ小物が、デザートラスパーだ。痛えよ。背中の傷は剣士の恥だ。バルハン、やべえ意識が。
さあ食え。その程度だ。すまねえ。デザートラスパーだ。やばいかもな。チチチチチ。これで元気になるぞ。おう。お。死ね。その程度だ。なんじゃねえ。どけ。俺が。ゴムゴムのガトリング。トップグリーンの多彩性見せてやる。なんかいねえぞ。ほう、いいじゃねえか。サンジ、トップグリーンの多彩性見せてやる。医者、医者を呼んでくれ。大事に使えよ。うわっ、おう、うわっ、くそ、違う。さらよ、その程度だ。すまねえ。デザートラスパーだ。相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいか。腹が減って力が出ねえ。ゾップ、あれ、いちちちちち、ゴムゴムのブレット、いかねえよ。お前、デザートラスパーだ。いって、ゴムゴムのブレット。ほう、バルハン、ゴッタ、そらよ。ありがとう、サンジ。お前を倒す算段はつけてきた。医者、医者を呼んでくれ。うわ、ありがとう、チョッパー。 お前、俺に逆らうのか。さらよ。その程度だ。ありがとう、サンジ。デザートラスパーだ。いけよ。いって、ゴムゴムのブレット。トップグリーンの多彩性見せてやる。こいつで、ね、ゾップ、あり、誰か早く止血を受け取れ。いてて。
うわ、無駄だ。これでいいか。うん、ありがとう、サンジ。デザートラッパーだ。やばいかもな。いちちちちち。ゴムゴムのブレッド。トップグリーンの多彩性見せてやる。腹が減って力が出ねえ。ウソップ。医者、医者を呼んでくれ。ほう、デザートラッパーだ。いって、ゴムゴムのブレッド。お前を倒す三段はつけてきた。ヘレッ、ゾップ、ありがとう、助かった。誰か早く止血を。それ、うわっ、うわっ、ほう、デザートラッパーだ。やばいかもな。これでいいか。その程度だ。うん、ありがとう、サンジ。死ね。効かねえな。ゴムゴムのブレッド。お、俺から行く。誰か早く指揮。うわ、デザートラッパーだ。ここで倒れちゃ立ち腹ごしらえだ。その程度だ。ありがとう、サンジ。無駄だ。いって、ゴムゴムのブレッド。お前を倒す三段はつけてきた。しょうがない、やりますか。行くわよ、サイクロンテンポ。誰か早く止血を。お前ら無茶しすぎだぞ。ありがとう、チョッパー。おう、行くわよ、サイクロンテンポ。医者、医者を呼んでくれ。これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパー。バルハン、やった、ぶっ飛ばしてやる。
助かるぞチョッパー。おう、どけ。うわっ、いけるか。ゴムゴムのブレット。この俺がバルハン。おった、さらよ。その程度だ。ありがとう、サンジ。任せて。助かったぞ。ビビってなんかいねえぞ。これだ。おう、助かるぞチョッパー。おう、クソが。その程度だ。さらよ。ふん、効かねえな。ありがとう、サンジ。ゴムゴムのブレット。なめないでね。こう見えてなかなかやるわよ。いくわよ、サイクロンテンポ。怖くなんてねえぞ。アームポイント確定。ロゼオン。バルハン。次はないわよ。ナミスワー、これ受け取って。助かるわ、サンジ君。いやいや、これよ。ゴムゴムのブレット。ふざけるな。俺が万能薬になるんだ。あたしのここしか。どこの馬の骨とも知れねえ小僧がこの俺を誰だと思ってやる。やろう、サーブルスピザード。言ったよな、お前を超えていくって。戦いの続く宮殿広場で声を限りに叫ぶビビ。しかし興奮した戦士たちにはその声が届かない。その時、轟音とともに広場に何かが落ちてくる。それはルフィに敗れたクロコダイルだった。突然の出来事に戦乱が止まる。同時に降り始めた雨に戦場の殺気が薄まっていく。戦いをやめてください。ついにビビの叫びが彼らに届く。人々を救おうと必死に抗う王女の声が。今降っている雨は昔のようにまた降ります。悪夢は全て終わりましたから。武器を捨てる両軍の兵士、麦わらの一味に救出された国王コブラも姿を現し、民衆に終戦を宣言する。こうしてアラバスタの内戦は終結した。王女と共に命を懸けた海賊たちの戦いは誰も知らない。
仲間の人たちは町に出て行かれましたよ。探しに行かれますか？今夜は宴となります。それまでには帰って。私も一緒に行くわ。よし、じゃあみんな探すか。総裁で見に行く？ああ、そうだな。迎えに来てくれたのね。私は大丈夫よ。あ、いた。お、ウソップとチョッパーだ。あ、ルフィ。迎えに来たのか。分かったよ。すぐ。この町、直すの大変そうね。まあな、けど大丈夫だ。そうなの？どうして？だってみんなで直してるじゃねえか。うん、それもそうね。もう時間か、ルフィ。マドモアゼルとの別れは寂しいが。
迎えに来てくれたの？街の雰囲気、ずいぶん変わったわね。街の雰囲気、最初に来たとき。そうだな。いいもんがあるじゃねえか。よし。おう、宮殿に戻る。あら、減った。そろそろ宮殿に戻るか。
ロビンが来れないのが残念だな。そうだな、チョッパー。ロビンちゃんには今度俺がとっておきのアラバスタ料理を振る舞うぜ。俺もサンジのアラバスタ料理食いて。ああ、全員ちゃんと食わせてやるよ。全部ルフィたちに食べられちゃうわよ。そうだぞ、食べられちゃうぞ。ラホ、お前の話をしてんだよ。ええ、大丈夫、ありがとう。何か考え事みたいね。やっと取り戻した私たちの国アラバスタ。及ばずながらその復興を助け、人々を導いて国の力になりたい。それは本当の気持ちなの。いいじゃねえか。そうね、正しいと思うけど。だけど私はルフィさんたちとも離れたくはない。みんなと一緒にこのまま。それも偽りのない私の気持ちなの。ビビちゃん。ねえみんな、私どうしたらいい？私たちはいつでもあなたの出す答えを尊重するわ。ナミさん。このまま別れることになってもいいの？大切な人なのでしょ？ええ、大切な仲間よ。だからビビの気持ちに寄り添いたいの。今は一緒にいられればそれでいいわ。思い出の中だとしても少しでも長く。明日菜の花の港で12時まで待つとビビに伝えてきたわ。ビビ、今度は一緒に来てくれる？本当か？一緒に来るのか、ビビ？そうね、来てほしいけど、残念だけど答えは変わらないと思う。あの時と同じ答えだとしてもしっかり受け止めねえとな。行くか、ルフィ。よし。今回メリー号は菜の花にあるはずよ。よし、菜の花に向かおう。しまった。どうした、ルフィ？弁当忘れた。後で作ってやる。まずは菜の花に急ぐぞ。自分が海賊になるなんて考えたこと。そんな人生の選択なんて、この機を逃したらもう一生ありえない。王女であることをつまらないと思ったことはないし、反乱が終わっても国はまだ大変な時期。私が行くならあなたも行くわよね、ねえカル。
あなたはどうしたい？そんなに似ちまうのか？そのマネマネの実ってので変身されちまうと。とにかくしっかり締めとけ。今回の相手は謎が多すぎる。なるほど。あんな奴が敵の中にいるとなると迂闊に単独行動を取れねえからな。よし、とにかくこれから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。じゃあ上陸するぞ。熱し合い。あとアラバスタついてくれよ。仲間のためには全てを投げ出してしまうのね。私にはわからないわ、仲間って。それにしても今回のアラバスタの旅もめちゃくちゃ大変だったな。ナナ、クロコダイルもちゃんと倒したし、これであの大きなキューブは吸収できるようになったんだよな。ええ、でもそれはあなたたちとビビの別れを見届けてからになるわ。ビビ来るかな。ええ、きっとあの時と同じ。そうだな、たとえ思い出でもビビはビビに違いないからな。今回も10億ベリーはもらい損ねちゃったけどね。まだもらう気でいたのかよ。よし、みんなベリーに乗り込め。違う場所だろ。結局こうなっちまうのか。行くぞルフィ、12時を回った。みんなあ、見ろ、来たぞビビだ。お別れを言いに来たの。私一緒にはいけません。今まで本当にありがとう。冒険はまだしたいけど、私はやっぱりこの国を愛してるから、だから行けません。そっか、私はここに残るけど、いつかまた会えたら一度仲間と呼んでくれますか。じゃあそこに輪になって並んで。何なんだよリム。黙って手をつないで。つないだぞ。本当は私が触れるか、私に触れているだけで戻せるんだけど、
こんな風につながっていれば一度で済むわ。うわとは違う展開を見せる世界に苦戦する麦わらの一味。それでも仲間との絆を力に変え、クロコダイルを打ち倒した。そして島に戻った彼らの前に新たなる巨像が立ちふさがる。辞書、砂塵の遺構と風の巨像。もう死んでもいい。うるせえ。もう戻ってきたのか。まだ半日も経ってないじゃねえか。その様子だとうまくいったみたいだな。半日だと。メモリアと現実の世界では時間の長さが違うの。さて、俺からも朗報がある。でかいキューブを持っているはずの巨像の居場所を見つけたぜ。準備ができたら出発しよう。声をかけてくれ。何かの装置。危ねえ装置じゃねえだろうな。わかった。この島に昔からある何かの合成機だそうだが。動かせないって。さあ、俺には。そうか。じゃあリムさんはどちらに。私ならここにいるわ。かわいい。これは昔っく合成機。キューブの情報を合成する機械よ。名前はムクチー。それでそのムクチーは何を合成すん。説明するわ。すげえ技術だが、どういう原理なんだ。さあ、ムクチーは昔からあるけど、私にはわからないわ。合成の理屈は、こいつを作ったやつにしかわかんねえってことか。それに、今は動かすことさえできないわ。アディオのやつもそう言ってたな。この機械は壊れてんのか？使える人がいないの。ムクチーは訓練されて息の合った二人にしか使えないから。腕が四本あれば一人で使えたかもね。一人なら息を合わす必要もないし。あら、四本あればいいのかしら。
レディーにはこの特別な一皿だ。さてと、行くか。アディオは橋の前にいるみたいね。みんな準備はいい？また巨像と戦わなきゃいけねえのかと思うと気が重いぜ。